西武ライオンズ、ここに来て勝率が加速する。5月9勝14敗、6月6勝15敗1分け、7月3勝11敗。なんで加速してるんですか？こんな負けてたのかよ。そりゃ去年あれだけネタにされた中日より借金が多いわけだ。ちな去年の中日はシーズン最終借金26、シーズン最大借金29、到達は9月半ばなので、すでに西武は最大借金をオーバーしている。これでも暗黒期ベイスターズよりもマシという。残り試合16勝42敗でいかなあかんのかなかなか、100敗は難しいな。7月のペースだと行く模様。ただでさえ弱いのに、灼熱のドームで自分自身と観客数にデバフをかけていくスタイル。あと1週間でトレード期限終わるけど、ジェームズか清宮なんとかして強奪してくれんもんか。今締めるものないし誰出せるのって話になってくる。どんなに弱くても3割は勝つのでは？